い、それでは今回も明日があるさなんですが、こちらジョージアで行きましょう編ということで、まあ、ウルフルズがの曲っていうことになってるんですけれども、元々はね、坂本九さんっていう人の曲なんですね、明日があるさっていうのは。なんだけれども、それを現代版に直したと。元々はまあ恋愛の曲で、恋模様を描いている作品なんですけど、まあ、描写としては少々ね、こう現代人には理解できないところもあったりして、まあ、それがまたいいんですけどね、いいんだけれども、それをジョージアの CM で使うときにそれをサラリーマンバージョンにしたというのが、このジョージアで行きましょう編というものなんですね。じゃあちょっと紹介しながら歌っていきたいと思います。一番だけ言いますね。明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。明日がある、明日がある、明日があるさ。さあ、お気づきの方もいらっしゃるでしょうか。前回の動画、もともとの原曲を聴いていただいた方はお分かりになるかと思うんですが、原曲の最後の歌詞と一緒なんですね。と考えると、おそらくその青年時代に淡い恋をした青年が大人になったんですね、きっと。大人になったその続きが描かれているという、そういうストーリーになっております。さあ、一体あの少年はあの青年はどうなっていくんでしょうか。見てまいりましょう。会社を起こしたやつがいる、会社に残った俺がいる、焦ることないさ、焦ることないさ、自分に言い聞かす。明日がある、明日がある、明日があるさ。会社を起こしたやつがいる、会社に残った俺がいる、焦ることないさ、焦ることないさ、自分に言い聞かす。まあね、これ要するに会社に入って何年か経った後なんでしょうね。まあ今ではその起業するとかね、退職して会社を起こす、起業するっていうのはすごくしやすい時代に入った、まあ、法律なんかもね変わっていってるし、社会的な事例もどんどん増えてるから、そういうことってやりやすくなってると思うんですけど、ただね、多分この曲、このジョージアの方も結構ね古いので、何年前かな、結構前なので、まだまだね会社を起こすっていうと大事だった時代ですね。すごく大変だった時代で、会社を起こすためには挑戦が必要だし、もちろん今でもそうですけどね、会社っていうのはそんなに順風満帆にいかないし、軌道に乗ったとしても、まず軌道に乗るまで大変だし、軌道に乗ったとしても数年でうまくいかなくなるのが普通ですよね。な感じの中で、もう会社を起こすっていうチャレンジをしたやつが多分同期とかでね、同僚でいるんでしょう。一方の自分は会社に残ったと、まあ、それは別にそれはそれでいいとは思うんだけれども、どこかで焦るんでしょうね。自分はこれでいいのかと、挑戦をチャレンジをするやつもいる一方で、自分は会社に残って、このままでいいのかっていうことで焦っちゃう。で、そんな焦ることないさってことを自分に言い聞かせるっていう場面ですね。さあ、次に参りましょう。新しい上司はフランス人、ボディーランゲージも通用しない。俺はチャンス、俺
はチャンス勉強をし直そう。明日がある、明日がある、明日があるさ。新しい上司はフランス人、ボディーランゲージも通用しない。これはチャンス、これはチャンス、勉強し直そうっていうんですね。いやね、なんかこれもまた時代背景で、今でこそ、今でもね、ほんと外資とか商社、まあ、ほんと商社とかじゃないとあんまりないかもしれないですけど、この外国人人材の登用っていうものがだんだんとなされてきた時代ですね。まだまだ一般的ではなかったけれども、やっぱりそういう波が来ていた時代だったんですね。で、そのもうフランス人がポーンと来たりすると、でそれでボディーランゲージも通用しない、多分まあ英語とかでやり取りしなきゃいけない、でそれをチャンスと捉えて勉強し直そうって言ってるんだけれども、まあ多分ね、前提としてはもうお手上げだってところはあると思うんですよ。こんなもう、言葉も通用しない人と仕事をしていくのかって、別にね、英会話講座とかそういう話ではないから、言葉が通じるだけじゃダメなんですよね。仕事としてやっていかなきゃいけないって相当な大変なことで、それをやんなきゃいけないっていうのは大変なんだけれども、頑張ってこれも自分に言い聞かせて、これはチャンスだ、これはチャンスだって言い聞かせて勉強し直すんだって言って自分を発奮しているという、そういう内容になっていますね。なんかね、そういう時代も感じますね。今でもね、少ないかもしれないけどね、外国人材がね、まだまだ全体の中では少ないかもしれないですけどね。さあ、そんな中、彼も悩む時が来ます。ある日突然考えた、どうして俺は頑張ってるんだろう。家族のため、自分のため、答えは風の中。明日がある、明日がある、明日があるさ。ねえ、考える、どうして俺は頑張ってるんだろうなと、ある日突然考えちゃうんですね。家族のためなのか、自分のためなのか、答えは風の中だと。おそらく想定してるのは、まあ今ほどね、この障害未婚率とかも高くなかった時代ですから、基本的に家族がいて、まあそうね、昔で言う、家族がいて子供もいて、で一戸建てを買って、そしてそのローンを払うためにも頑張って働くぞみたいな感じの、まあ、時代だったんですね、昔はね。なんかそれで頑張っていこうみたいな思うんだけど、でも自分は何のために頑張ってるのか、そのローンのために頑張ってるのかな、それとも子供を育てるために頑張ってるのかな、奥さんのために頑張ってるのかなとか、それとも自分のために、自分の理想とか何かのために頑張ってるのかなとか考えちゃうんですよね。でも答えは見つからないっていうね、多少切ない場面ですね。続きいきましょうか。近頃の若いやつはとよく言うけれど、自分の頃よりだいぶマシ。多めに見よう、多めに見よう、敬語ができないくらい。ね、なんかこれもね、世代というか昔からあるけど、若いもんとは、要するにもうこの段階で結構中間管理職まではいかないかもしれないけど、後輩がいっぱいいて、で若い子たちがどんどん入ってきて、多少こう文化的に馴染まないというか、なんだこいつ敬語も話せないのかみたいな感じになっちゃうけど、でもそれでも多めに見なきゃいけない、多めに見なきゃいけないってね、こう
言い聞かせるわけですね、自分に。やっぱりまた多めに見なきゃいけない、こんな敬語ができないくらい多めに見なきゃいけないっていう風に言い聞かせる。で、明日があるさ、明日があるさというわけですね。なんかまたそういうね感じのこう展開であります。で、ラストでありますね。明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。明日がある、明日がある、明日があるさ。はい、お聞きの通り最初の歌詞に戻るんですね。だから青年時代の終わりとも一緒だし、この歌の最初とも一緒だっていう状況です ね。だからね、変わんないわけですよ、人生って。青年期に悩むこととか大変なこととかもあるけど、またそういう、まあ、大人になってからも悩むこととか大変なこととかうまくいかないこととかいっぱいあるけど、でも明日がある、明日があるっていう風に自分に言い聞かせて頑張っていくよっていう、そういうものですね。どうなんでしょうね、今、まあ、時代的にはね、もうきっとこの人は今だと、もしかしたらそろそろ、そうね、なんか5、60代、60代くらい、定年を迎えるくらいでしょうかね。今この歌の歌詞を作ったらもっと面白いかもね。まあ、それはそれで面白いと思います。なんかこれをそれこそ一番最初にこの歌が出された当時、坂本九バージョンの時はまだまだ本当に定年が当たり前、60歳で定年で、でその後は年金暮らしで悠々自適の生活を送るんだっていう感じの時代でした。で、子供も育っていくし、また家族ができてっていう、すごく分かりやすい道が、レールがあった時代ですね。本当に戦後高度経済成長に代表されるものが示されてた時代。ところがこの青年が大人になっていくと、どうやらその時とは違う時代になっちゃってるわけですね。で、今で言うと、そのこの青年が大人になった時に、大人になって定年を迎える頃にはもう定年がまず60歳じゃなくなってるし、でその定年を超えても再雇用っていうのが当たり前になっている時代であるし、でまた社会の動きもすごく激しくって、で時には若者にバカにされながら、自分の部下だったものがの言うことを聞かなきゃいけなくなったりとか、で新しいデジタルデバイスが出てきたりとか、新しい商品とか時代の流れがあったりとか、もうそんな中に立たされているのがきっとこの人の今なのかなって思うから、まあそのこの人の現代を描いてみたらもしかしたら面白いかななんていうふうに思いましたね。ということで、明日があるさのジョージアで行きましょう編についてお送りいたしました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。